やはり来たか。私は明日にはまた城下に戻らねばなりません。その前にお話だけでもさせていただければと思いまして。構わぬ。私もそなたに伝えておくことがあったからな。リクから話を聞いたか。はい。そなたにはつまらぬ気苦労ばかりさせてしまっているな。陸の養育しかり、今回のことしかり、ありがたいというよりもすまないと思っている。もったいないお言葉です。あれは心優しく真面目で身びいきな欲目かもしれませんが、父親としても誇りに思えるほどの青年に成長してくれました。今では実の我が子以上にも思えるほど愛おしい息子で、どこに出しても恥ずかしくないと自負しております。その見立ては間違っていないぞ。そなたに託したのは我ながら誠英断であった。親があってこそこの健やかなる成長は叶うものだと、そなたたち親子を見ているとつくづく思い知らされる。恐れ入ります。そなたの考えを聞きたい。え？回りくどい話は苦手でな。賛成か、それとも反対か、それだけを聞かせてくれ。ああ、もろ手を挙げて賛成というわけには参りません。それはあなた様もご承知済みのはずです。だろうな。この村のほとんどの大人は二十数年前にあった鬼の襲来をまだ覚えています。そしてその恐ろしさや凄惨さは生存した者にとどまらず、その子や兄弟、移住してきた世帯に対しても語り継がれて生々しい記憶となっております。そんな中、角を生やした私が身内にいては何かと都合が悪かろう。そういうことか。意地の悪いことをおっしゃらないでください。ことは我々親子の問題ではとどまりませぬ。この村も一見安穏の空気を取り戻したように映っておりますが、本当は皆鬼の襲来が再びありはしないかと内心恐れているのです。確かに親代様が我々の命を守ってくれたということは、私を含め何人かの人間が存じ上げていることですが、その他大多数の者どもにとっては区別のつかぬもの。鬼が出たという噂一つで村全体が恐慌に陥る危険性すらあり得るのです。そうだったな。許せ、つまらぬことを言った。本当は分かっているつもりだ。私がここを去ることこそが全てを丸く収める最善手なのだろう。だが情けない話だが、どうしようもないのだ。ここまで陸に心を寄せることになるなど私は思いもしなかった。お察しいたします。私とて牧籍でもなければ、また成人でもございません。誰かを愛し求める思いは我々でさえ押しとどめることができかねるもの。故にあなた様のお心を無下に否定する資格など私にはないとわきまえております。それにあのおとなしい陸が
あなた様をめとることに対しては頑として譲りませんでした。あなた様以外の女性を妻に迎えることは金輪際ないと。それも昨日今日の決心ではなく、あなた様とお会いした当初の頃よりずっと意識し続けてきた思いとのこと。その強い願い、親としてはぜひとも尊重してやりたく存じます。そなた、本当にそれでいいのか。私は知っての通り、この地に住まうそなたたちの仲間ではない。ゆえに人ならざる者との言われは当たらずとも遠からずのものだ。そんな相手を大切な我が子の妻と迎え入れていいと言ってくれるのか。はい。あなた様が焼け落ちる屋敷から赤子を救い出し、それを私に預けたこと、今思えばそれは今日この時をもたらす運命であったのでしょう。ならば私としてはそれに従うだけでございます。どうか末永くあれをよろしくお願いいたします。誓う。ああ、約束しよう。リクとフルデの家のため、私の持つ全てを捧げる。彼の幸せのためなら私はどんな苦難でも受け入れてみせようぞ。私もできるだけの協力はさせていただきます。村の祭事についてはどのように対処すべきかを昨日陸に申し上げておきましたので、万事お任せください。ありがとう。あとそなたに話しておきたいことがある。もしも私の正体が村人に明かされることがあったなら、遠慮はいらん。鬼として私を殺せ。そしてこの身をもって生贄となし、鬼の怒りを鎮める儀式に捧げるがよい。そうすることで村の混乱は収まろう。お社様。もちろん私もそうならぬよう常に配慮に努めよう。ただ念のための申し伝えをそなたに託しておきたい。これを。お社様、これは。私たち竜をほふる術だ。そなたたちの持つ武器では私の体に致命傷を負わせることはかなわぬ。ゆえにここにそれを書き留めておいた。万一の時があればそれを手だれの者に伝え、私を撃つがよい。頼んだぞ。ああ、承知いたしました。あとこの村の古文書はそなたが管理を行っていると聞いたが、まことか。はい、そうですが。ならばこれもそなたに頼っておきたい。鬼ヶ淵村に伝わる鬼の伝承についてだ。今のままでは鬼に対する恐怖が残ったままになろう。そこで